ラビクチュパシ、クチュパシなんか汚いねこれね。あれれ、お豆腐とご飯ね、うん。べちゃべちゃしてたからなんかカピカピになっちゃった、後でふきふきしようね。はい、というわけでカラスにマンション買いましたシリーズということで、今日はですね、マンション購入してから31日目から34日目までの 1,2,3,4 日分、うん、の作業をわーっとまとめましたので、で最後にね、なんか近くにね、ハシブト、子育て中のハシブトがいるんだよね。でちびっこがね、あうあう言いながら親にくっついた歩いてて、もうね、作業してる時にね、そのちびっこカラスの甘える声がずっと聞こえててね。で、最後その光景をですね、ちょっと撮りましたので、うん最後はね、一生懸命親が飛んでいくのを追いかけてね、ちゃんと飛べてましたので、すっかりね飛べるようにはなってるんだけど、うん、まだまだ甘えたい感じで、うん、うん、今ぐらいの時期はね、飛べるようになっても親に一生懸命くっついて歩いて、ご飯のね取り方とか、あと危険なものね、車は危ないよとかね、ガラスとか激突しないようにねとかね、そういうのはですね、親と一緒に行動しながらいろいろ学んでいるという季節、あの時期になりますので、うん、結構ね、ハシブトもハシボソも今ぐらいの時期はまたちびっこをね連れて家族で行動してるっていう様子が見られると思いますので、うん、にゃんにゃんにゃんうんね、よろしければ動画最後までご覧いただければと思います。ではではどうぞ。はい、というわけで本日は2024年6月の26日水曜日、本日でカラスにマンション買いましたシリーズ31日目ということで、1ヶ月経っちゃいましたね。で昨日はね、ちょっとドタバタしてたので動画が、進捗状況ね撮れなかったので、今日はまずどこまで進んだかということで、ここは見せたよね。でね、昨日はね、ちょっとこれね、気をつけないと、釘が、なんかね、見て、これ。ちょっと危ないから。気をつけないとね、破傷風になっちゃうと大変なことになるので、わかるかな、ちょっと。ちょっと画面だとわかりにくいけど。ほら、ここにね、釘。このね、ちっちゃい釘が、めっちゃ使われてるの。なので大変、なんかもう釘の数がすごくって、こことかもね、すごいので、なんとか、まあ昨日友達が来てくれたので解体したんだけど、見てこの釘の打ち方がね、こんな、なんかちょっとプロがやったとは思えないような施工の仕方で、で、まあ、ここにね、この、これとこれと、石膏ボードが2枚合わさって、ここを区切っていったんですが、まあ、それを外して、で、なんかね、やっぱ元の設計がどうなってたのかわかんないから、まあ、どっちにしろここは何もなかったはずなのに無理やり和室を作ったと思われるので、なので、まあ、この高さをね出して、この畳をで、この窓を塞いで押し入れになってたのね、ここに扉があってね、無理やり押し入れになってたんだけど、こことかね、この木とか、こう溝があるの、ここにこうやって。わかる？
なんかでこっちにつながってそうなのほら。ちょっとね、なんかこの物件もしかするとお隣とつながってたんじゃないかなって思うんだよね。で、なんか無理やり分けて2世帯分にしたのではないかっていうふうにも思いますね。でないとね、うちのベランダにお隣さんの窓がついてるという奇妙な作りになってるので、普通ありえないでしょ？ベランダに洗濯物干したら隣の窓から手出せるというね、なんかちょっと奇妙な作りになってるので、まあおそらくここと隣は一つにつながってたんではないかなっていう、まあ50年前に、築50年なんで、できた当初はどういうものだったのかわからないんだけど、ちょっとね、なんか不思議な感じになってるので、まあどっちにしろこの辺とかも壁がボロボロになってますし、でやっぱり窓をね塞いじゃうっていうのはね、やっぱり風の通りとか、あとはここがやっぱり窓だとすごく明るくなるし風も通るので、ここがね塞がってたっていうのがね、まあ収納がないから、まあここはこのまま収納で使ってもいいかななんていうふうに思ってたんですけど、この例のね、繊維壁。このほら、キラキラしてるのわかる？古いお家とかに使われてるこの繊維壁っていうんだけど、これがね、結構部分的にボロボロしてるんですよ。この辺とかね。なので、まあ、このまんまだと、結局、住み始めてしまってからだと、こういうところを直すのが、こんな感じでね、大変になってくるので、まあ、最初の段階で、これは貼り直した方がいいだろうということで、で、この壁を直すのに、やっぱり手前にね、押し入れになってると、できないからね。なので、壊しました。で、この部分が、高くなってる必要はないので、今度友達が来た時に、このね、床を剥がしてみようと思います。もう畳は畳このままで、で、こっからね、こっちが撤去できるのであれば、まあ、深さがあれば、そこになんかちょっと物を置いたり、端っこにね、タンスっていうか、こういうのをね、ちょっと置いたりっていうのができるから、このね、スペース。まあ、上げ底しておく必要はないんでね、なので、ここを、次回、今度友達が来た時に解体してみようと思います。ね。なので、まあ、とりあえずちょっとね、この釘は気をつけないとね、破傷風本当怖いんでね、安全第一で、怪我しちゃったらもうここで、リフォームどころではなくなってしまうので、安全第一でやっていこうと思います。なので、まあ、そこね、壊したのと、で、今日は友達がお休みですので、いつもね、夜勤の前とか夜勤明けに来てくれてるの。すごいよね。お仕事をしてて、その前後にね、時間が合うと来てくれてるので、本当ありがたい。なので、来てくれる時に、先ほどのね、和室の解体と、あと、ここのね、壁もちょっと解体してみようと、ここね。せっかくね、暗いので、じめーっとね。なので、ここがぶち抜けるようであれば、抜いた方が明るくなるし、風も通るし、ということで、今度友達が来る時には、先ほどの和室の押し入れ部分だったところの床をぶち抜いてみるのと、で、ここにね、ちょっと穴。どのぐらい、まずちょっとね、穴を開けてみて、どんな感じか構造を見て、いけそうだったら、明かり取りにね、ちっこい窓を
作ろうと思ってます。というわけで、今日は私一人ですので、ここをほら全部剥がしましたよ。なので、一人の時はね、一人で黙々とできることをということで、ここがね、あとちょっと残っちゃってるんだけど、一人の時には漆喰をじゃんじゃん塗っていこうと思います。ここのね、漆喰の下地はここまでで、で、こっちをね、先に仕上げちゃおうと思ってるので、今日はここを完全に、ここのね、スペースを完全に仕上げていこうと思います。はい、というわけで、本日は2024年6月の27日かな27か、はい、カラスにマンション買いましたシリーズ、本日で32日目ということで、1ヶ月過ぎてしまいました。今来たのでね、まずまあまだね、電気来てないので暑い、窓を開けて、これからね気温が高くなってくるとどんどん過酷になっていきます。まあでも今が玄関もちょっと開けっぱなしで、開いてればねまだ風が通るので、でこのね勝手に動く換気、これね、このマンションについてるやつ、これオフにしてても勝手にオンになってついてるというね、もう原因はわからないもうとりあえず放置で、今日は今日一応友達来る予定なので、来たら和室のね、あの押し入れ部分だったところの床を壊すのと、で来るまでの間はここの漆喰塗り、昨日ちょっと進めたので、なんか範囲がねこう広すぎるから結構畳1畳分とかは塗ってるんだけど、あんまり進んでるように見えないよね。でちょっといつも逆光になっちゃってたからあれだけど、こっちから見るとこんな感じで、もうね、あの向こうの家を塗った時の残りの漆喰、だからもうね開けて2年3年とか経っちゃってたやつを、残ってやったやつを使い切ったので、少しねやっぱ水分が飛んでて、なんか濃く、なんていうの、ちょっと固めのね漆喰になっちゃってたので、ちょっとね塗るのが大変でしたが、まあ最初のね一度塗り目なので、まあざっくりとで、まあ気になったらね上から、だいたい漆喰は2度塗りって言われてるので、でもなんか別にこれでもいいかなとかって思ってんだけど、まあ余裕ができたら漆喰は、このねうまく塗れるっていうやつはそんなに匂いとかもないので、鳥がいても安心して施工できるから、まあこれはね引っ越した後に気になったら、あの時間を見つけてねやっていく、2度塗り目はやる感じでもいいかなっていうふうに思ってます。とりあえずねこのね天井どんどん進めていこうと思います、うん、でそうそう、このね鍵なんだけど、鍵をねいつも来るとここにポイって置いてって、で帰る時に持っていくんだけど、帰る時に閉めようと思ったら鍵がないの、えっと思ったら、ここのマンションの鍵がここに置いた状態で、で外れてたの。だからこれだけ持ったらね、このマンションの鍵はここに置かれたままという、こんな状態でしたっていうのをねちょっとここに貼っとくけど、すごくない、なんか勝手に、まあなんかねそういうことがちょいちょいある楽しい物件となっております。では漆喰塗り頑張っていきます。
はい、というわけで本日は2024年6月28日金曜日、カラスにマンション買いましたシリーズ、本日で33日目。昨日ねやった後にもう手がもうちょっとプルプルおかしくなっちゃって、でここちょっとピント合い、ここがねちょっと赤く腫れてるんだけど、漆喰塗りすぎてちょっとタコになって関節がねちょっとおかしくなったので、やっぱね根を詰めて一気にやるもんじゃないね、ドーンとね、こっちからだと分かりにくいか、こう切ってドーンと、ほらすっごい、昨日は友達がね急遽来れなくなったので、一人の時は黙々と漆喰を塗るっていうことでねやっておりますので、すごい進んだでしょ、ドドーンと。もうねもう汗びっちょびちょになりながらやってました。でねもう塗ってる時しんどいんだけど、しんどいのを通り越すともうなんかもっと進めたいっていう気持ちの方が強くなるんでね、なんか手が痛いのとかも気づかずに黙々とやっちゃうんだよね。で、ああ終わったーっていう時に急になんか、あ、なんか痛いみたいなね、なんか腫れてるじゃんみたいな、で夜になってじわじわとなんか関節が痛いとかね、首が回らないとか、あちこち出てくるんだよね、疲労がねじわじわとね、まあ、だいぶ進みました。で今日はなんか友達が来てくれるようなので、和室のね押し入れだった部分の床、このね床をねちょっと剥がしてみようかなっていうふうに思っております。漆喰ね始めちゃうと途中でやめられないので、なので、来るまでの間は少しねここをもうちょっと片付けたいなと思ってるので、この金属とかは売れるから、でも金属もねなんかスチールとアルミと分けないとダメだよって言われたんだけど、分かんないよねどれが、あ、磁石ってつくかつかないかで判断すればいいのか。まあちょっとそれは置いといて、できるところをちょっとね片付けていこうと思います。はい、2024年6月の29日、今日は土曜日、カラスにマンション買いましたシリーズ本日で34日目。というわけで昨日はねすごい土砂降りで、で昨日いつものようにね3時頃、なんかもう止んでたので外に出たらちょっとポツポツしてきてね、まあ大丈夫かなと思ってここに来たらもうすごい土砂降りになって、どうしようと思ってたら、まあちょうど帰る時にね止んだんですね。で家に帰ってしばらくしたらまた土砂降りということで、さっきまで曇ってましたが晴れました。雨上がり気持ちいいね。まあね、なんとね我が家のね向こうのお家ね、この暑い時にエアコンがまたボイコット、まあ今まで、あ、ツバメが来た、来ちゃった。まあ今までね何度も壊れてるんだけど、結構ね雷とか天気が荒れた時になんかエアコンがね使えなくなるんだよね。なので、まあ、室外機の周りを、もうツバメがビュンビュンすっごい飛んでる、わかるかな、ちょっと画面では無理か、ちっちゃいもんね。もう今年生まれた子たちも親たちと一緒にビュンビュン飛び回る季節となりましたね。というわけで、まあ、何度もねうちのエアコンね、もうほんと何度も何度も冷房を使えなくなって困ったことが過去にあるんですけども、今回も治ってくれるといいんだよな、頑張ってくんないかな。なんかね、さすがダイキンなんでね、強いんだよね。
まあ、ちょっとお休みさせてあげて復活してくれればなっていうふうに思っております。なんかあそこに人が。さあ、というわけで今日もやるか。というわけで進捗状況なんですが、まあ、こちらにねタンス持ってきました。残されていた残置物のもう昭和感満載な茶ダンス、茶ダンスね。まあなんかもうボロボロなんだけど、なんかね私がほんと子供の時におばあちゃん家にあったのと、まあ、こんな感じだったのでちょっと懐かしいなと思ってね。で今こういうの買うと非常にもう何十万もするので、できればね直して使いたいなっていうふうに思っております。なのでこっち側にね和室をちょっとなんとかしようと思ったので、でこんな感じですっきりしました。ここにあった、押し入れね撤去して、でこの床をね取ろうと思ったんだけど、なんかちょっと大変そうなので、まあ、このまま上にクッションフロアかなんかを貼ってそのまま使おうかなっていう風に。でこの辺のねあの繊維壁ねここもまあこの繊維壁がなかなか手強いので、でなんかこういうところの施工を見てもなんか元がどうだったのかが分かんないから、変に解体してねなんかもう収集つかなくなっても困るなと思って、こういうところとかなので、まあバスルームとキッチンを業者さんに入ってもらうので、業者さんにちょっと相談してみて、これってなんか解体できそうかなっていうのを聞いてみて、まあ、素人でもできそうだったらちょっと挑戦して、なんかもう余計なことしない方がいいよっていうことであれば、ちょっとこの辺はね補強をして、で壁紙を新しくね、するなりなんなりで対応してみようかなっていうふうに思いますね。あ、でここの壁紙も剥がしました。ぐるーっと昨日ね結構進みましたよ。ここぐるーっと壁紙を剥がしました。でこの天井のこれもね壁紙なの、なんか細工がされてるように見えるけど、そういう風に見える壁紙なんですね。でこの壁紙はねなんか綺麗に浮きもなくしっかりと綺麗に貼られていて、で汚れているところとかもないので、ただこのガラガラが嫌なので、ちょっとこの天井はこの上に壁紙を、まあでもちょっと精神的にも肉体的にも余裕があればこの上に漆喰、あでもダメなんだ、天井に漆喰を塗るときには重力の問題があるから、天井に漆喰塗るときは壁紙を剥がした方がいいのでダメだ。なので壁紙の上に壁紙、シンプルなねすっきりした壁紙を、貼っていこうと思います。したこの周りのここはちょっと形がね中途半端なので、壁紙貼るのめんどくさそう。んでもまあ漆喰もねこういう狭っちいところだとめんどくさいんだよね。壁紙貼るか。よし、じゃあこの和室の方は天井とこの壁は壁紙、もうここもこれもそうか、でもここはなんか浮きもなく綺麗になってるので、ここの壁だけあのねうまく塗れるはし、あの壁紙の上に塗れるんですよ。
なので、でもなんかここの壁紙はなんかすごい綺麗だね。全然角が浮いたりとかしてないね。でも上は結構ボコボコ隙間があったりしてたんだけど、なんだろうね、この差はね。同じ業者さんじゃないのかな。というわけで、今日やることは、まあ、ここをね、剥がしたので、で、ここは今壁紙を貼ろうということで決定しましたので、とりあえず置いといて、で、こっちね、ここのちょっと残ってた薄紙も剥がしました。なので、こっちもどん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 このモルタルの上に残ってしまっている壁紙の下地の裏紙ってやつね。ここもそうなんだけど、もうこれからはもうどんどん壁紙を剥がすことに専念していこうと思います。で、今度ね、このうまく塗れるの、これ下塗り用ね。で、こっちが仕上げ用なんだけど、今度はなんか鳥さん飼われてる方で、やっぱり壁とかね、リフォームどうしようかなっていうようなコメントがありましたので、今度漆喰塗る時に塗り方とかちょっとした紹介をねしようと思います。で、ここがあとちょっとっていうところまで、ここまでね。で、こっち全部下地はもうここは完成してるので。なので、あとここだけなんだけど、私のですね、右手がですね、タコができて、ちょっとこう手を持つのがしんどくなったので、しばらく手が復活するまでは漆喰はお休みして、この裏紙剥がしに集中して取り掛かっていこうと思います。ここもちょっと残ってるけどね。よし、じゃあ今日はもう徹底してこの残されている、まあ広いよね、梁が多いから、ただの平らな天井よりもこの梁でこぼこしている分面積が広くなってるから、ちょっと剥がすのがね大変だけど、気合い入れてやっていこうと思います。